召喚弦楽のためのシンフォニエッタは、日本の作曲家、イリ義郎によるシンフォニエッタである。1954年毎日音楽賞受賞作品。1953年初頭に書き始められ、一時作業、中断していたが、斎藤秀夫より、東京交響楽団の定期演奏会用の移植を受けたため、同年10月24日に完成した。 1953年11月13日、斉藤秀夫式、東京公共楽団により初演された。フルート、ピッコロ持ち替え1、オーボエ1、クラリネット1、ファゴット1、トランペット1、ホルン1、トロンボーン1、チューバ1、ティンパニ、シロフォン、大太鼓、シンバル、小太鼓、ピアノ、弦楽5部、12音技法を用いて書かれている。また、ボリス・ブラッハーの、 可変描子の手法や、オリビエ・メシアンのリズム手法、アルバン・ベルクのセリー手法を導入している。三楽章形式の作品であるが、各楽章は切れ目なく演奏される。この作品で用いられている弦音列は、C、f ィス・ G、AZ、SD、DA、B、H、F というものである。この弦音列を逆から読んだ逆光型は、弦音列を完全5度移植したものの範囲いきなりと一致する。 すなわち、弦音列は完全語と移植したものの範囲いきなりの逆光型と一致している。作曲者は全曲の統一のためにこういった音列を用いたと述べている。イントロダクションと風が、アレグレットマイナスアレグロモデラート。まず、小太鼓によって、八部音符の数を一つから五つへと全像させていく。この曲の統一要素となるリズムが提示され、続いて、ピアノと、 木管楽器により弦音列の前半録音と後半録音を重ねた上昇音形で弦音列が提示される。弦楽器のピッツェカートが厚みを増して盛り上がると強く和音が叩かれ最初の頂点を形成する。速度を速めて風画が開始される。まず、クラリネット、ファゴット、チェロ、コントラバスにより風画主題が提示され、ここで初めて弦音列が 明らかにされる。この冬が主題の冒頭のリズム型は、8分音符単位で、4321と前言してゆくものである。定時展開再現の3つの部分からなり、展開の部分では、リズム的な展開を主体とする。再現の部分では音色を変えながら音楽が進み、頂点で、4321のリズム型が拡大してそうされる。主題と変装レント。 原音列から一音を機に取った音で構成した二つの和音を次々にホルティッシモで打ち鳴らして開始される。この和音打撃を作曲者はモットーと呼んでおり、このモットーはその後主題と変装及び各変装の間にそうされる。続いて弦楽合奏により主題が提示される。この主題は16部音符単位で、 3124というリズム型を繰り返すものであり、その旋律は、弦音列から6つごとに拾い出した音で構成されている。モットーを挟んで第一変奏が木管四重奏で、奏される。第二変奏は、金管楽器とピアノ、打楽器によるもので、舞曲風である。第三変奏は、各楽器に主題が受け渡され、弦楽器のピッツェカートで終わる。インベンションアレグロジュスト。 作曲者は、インベンションと名付けたのは、ベルクがポチェックにおいて名付けたのと同じように、リズムについてのインベンションなのであると述べている。弦楽器が刻む音の上に、管楽器が和音を叩きつけることで、8分音符単位で、54321という周期で全合奏が響く、リズミカルな音楽で開始される。続く A 部分で、弦楽器に提示される主題は8分音符単位で、 12345、14253、15432、13524というリズム型を持ち、あるリズム型の4つ目ごとの音歌を順に取るという手法を用いている。続く、バスクラリネットから始まる部分は音歌2から始まるもの、金管楽器から始まる部分は音歌3から始まるもの、応募から始まる部分は音歌4から始まるもの、と、 様々なリズム的展開を見せる。時折、全曲の冒頭に提示されたリズム型が現れ、最後は54321という前言するリズム型で、静かに曲を閉じる。ありがとうございます。